こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ユニトロボーンよりトレーラーロブスターエッグプラントです。それでは見ていきましょう。ということで、今回こちらですね、新しいユニトロボのトレーラーロブスターエッグプラント、なんと3体合体の、ね、ユニトロボが来ました。3体合体っていうと、このショベル、トレジャー、ドック、これも去年ね発売して3体合体のやつだったんですけれども、なんと3体合体第2弾です。はい。で、裏を見るとこんな感じになってて、この倉庫の中でありえない合体って感じで書いてますね。倉庫にトレーラーがいて、段ボールを運んでいて、その段ボールの中にロブスターとエッグプラント、ナスですねが入ってるっていう感じになっております。で、このなんとロブスターは、はい、こちらユニトロボーン第1弾のこの、アップルロブスターのこのロブスターがなんと赤からこの青いロブスターになってるっていう。で、この青いロブスターって実際にいて、200万匹とか500万匹に1匹の割合でしか見つからないめちゃくちゃレアなねロブスターらしいんですけれども、なんとそれが3体合体のね一員になっております。で、こっちのトレーラーとナスは新しいユニットロボのあれです。はい、モチーフになっております。で、この後ろに置いてあるユニットロボもめちゃくちゃ増えましたけど、またざっくり分けました。ここが乗り物で、ここが、まあ、物で、ここが、食べ物で、ここ植物の、こっちが動物っていう感じになってます。で、今回のトレーラーロブスターエッグプラント分けるとしたら、トレーラーがまあ乗り物ですよね。で、ロブスターはまあ生き物、動物。で、このエッグプラントはまあ食べ物かまあ植物のあたりに、ね、入るのかなと思います。はい。っていうね、もう全然違う種類のものがなんと3体合体しちゃうってことで、早速合体させちゃいましょうか。今回縦にね、ちょっと長いんでね。はい、行きましょう。まずはこのトレーラーとエッグプラントからやっていきます。ここのジョイントを、これ結構向きが大事で、ここですね。ナスの、はい、ここのちょっと上にピッてこう上がってる方が上にしてあげていきます。はい、こんな感じで足が開きます。そしたらつま先を前に持ってきて、はい、固定してあげると。はい、こんな感じです。で、そしたら次、上からこのロブスターをここに合体させてあげます。いきます。はい、そうすると、ここ、ナスとこのロブスターが割れます。で、そしたらあとは手動でこの手を下ろしてあげて、で、このロブスター、この翼があるので、これをこのように上に持ってってあげます。はい、そうすると中からこのシールが、はい、見えるっていうね。はい、これでトレーラーロブスターエッグプラントになります。どうでしょう。いや、これシンプルにかっこいいよ。ちょっとこの元というか、同じロブスターを使ってるアップルロブスターも合体させてみましょう。いきます。合体。はい、 OK。 これで足が出てきて、で、これを後ろにやってあげて、スカート出して、で、腕を下に下ろすと。はい、ちょっと並べてみましょう。見てください、大きさが全然違います。このそもそもトレーラーがまず足すごく長いんですけど、さらにこのエッグプラントがお腹に来ることによって、さらに胴体が延長されてるので、もうだいぶ大きくなってますね。はい。で、ちょっとこのロブスターの見てください。顔なんと変わってます。なんかめちゃくちゃ悪そうな顔になってます。敵ロボみたいな。はい。あとこの頭の尖り方もちょっと違いますよね。ほら。こういうね、細かいアレンジがされてるっていうね。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。で、さらになんと、これを外して、はい。エッグプラント外して、このトレーラーロブスター、はい、っていうこの2体合体ももちろんさせることができます。これちょっとこれちょうどいいぐらいのサイズですよね。はい。で、なんとこっち、はい、こっちにガチャッとくっつけてあげて、はい、
これで、アップルエッグプラントロブスターっていうね、こっちに3体合体をさせることもできちゃうっていう、それで胴体延長できるっていうね、めちゃくちゃ胴長になっちゃいましたけど、はい、こういういろんな合体も試せてしまうっていうのがユニトロボーンのめちゃくちゃに面白いところなんですよね。ちょっと一旦戻しましょう。はい、このトレーラーロブスターエッグプラントにね、はい、戻してあげたいと思います。こんなに背が高いユニトロボ出たの初ですね。はい、多分最大だと思います、今までの中で。じゃあちょっと、元祖3体合体いきましょう。ショベル、トレジャー、ドッグ、はい、この3つ、ショベル、トレジャー、ドッグやっていきましょう。まずはここショベルとトレジャー合体させる。はい、足が出てきますと。でここ羽を、やばい、羽を開いてあげて、で翼にしますと。はい、でそしたら尻尾を出して、でここに、はい、ドッグをくっつけると。はい、そうすると頭が出てくる。はい、これで、ユニトロボショベル、トレジャー、ドッグ3体合体になります。これがねドラゴンなんですよね。めちゃくちゃかっこいい。でこの首の下にこう犬の顔があるっていうね、めちゃくちゃ面白いデザインになってるんですけれども、見てください、ほら全然趣向が違いすぎますね今回は。はい、このドラゴンと、もう背が高いロボット、悪役みたいなロボットっていうね、はい、面白いね。これちょっとこの2つで合体させてみようかな、できるかな、どうやればいいんだろう。ちょっと真ん中を変えるとかかな、真ん中変えてみますか。はい、真ん中を、じゃあこっちはこれにして、はい、でくっつけると。はい、これでトレーラートレジャーロブスターですね。はい、トレーラートレジャーロブスターで、こっちがこう羽と羽だから割と合う気はするけども、どうだろう。はい、こっちの方がいいかな、このシール見えた方がかっこいいかなと思うんで、はい、これでショベルエッグプラントドッグ、エッグプラントドッグいいね、はい、響きが、あ、なんかちょっとこう海流系、なんかあの海にいる恐竜っぽさがここで出てる気がしなくもないですね。あ、なんかシルエット的にかっこいいぞこれ、かっこいいですね。ちょっと逆もやってみようかな。これ逆にもねこうやってできるんで、ほんと自分の好きなように合体させることができます。こんな感じで、あ、これもいい、これもいい、うわ、いろいろ試せますね、うわ面白い。はい、っていうね、3体合体ならではのいろんな合体方法ねできたりしますと。いや、ちょっとこのエッグプラントの可能性を今回は探していきたいかなと思いますね。これがうまくバチッとはまるような合体、まあ、やっぱこういう顔が前にあるやつが良さそうですね。ってなると最近発売されたこれかな、ウォーターガンスパゲッティとか良さそうな気がしますね。ここに、じゃあこうやってくっつけて、はい、くっつけてあげて、ちょっと待ってよそっか、この下がこう、まあいいか、はい、これで合体させると、はい、これですね、ウォーターガンエッグプラントスパゲッティ、ナスのスパゲッティになったって感じですね。あ、こっちでもいいか、こっちでもいいか、あ、あり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 、この翼を授けるっていう、このエッグプラントが翼を授けられるっていう、素晴らしいね。はい、ありですね。全然この横向きのユニトロボーンにつけるのもありですね。じゃあ最近発売されたまたこちらスシローもやっていきましょう。スシローは一旦ここで合体させようかな。はい、で足出して、でここを体を起こして、で後ろも起こすと。はい、これでスシロー
のユニトロボになるんですけど、ここを、はい、分割して、ここに体の間にエッグプラントを入れてあげると、はい、これで、お、羽が2個になった。このスシローの羽が合体してるみたい、この後ろの羽。あー、なんかちょっと、まあ、バランスはね、まあ、いいか悪いかはまあね、人それぞれね、好みの問題かと思いますけれども、まあまあ、ありありではありますよね。スシローにナスの天ぷらみたいなのありましたっけ、あったかな、はい、まあ、ありですね。ちょっと他のやつも行ってみますか。このチーズも羽なんで、羽と羽でこういける気がする。はい、羽と羽で、ここに、はい、こちらハイスピードトレインで、あー、なるほどなるほど、なんか羽がちょっと向きがね、やっぱこうなってるからね、ちょっと違うか、これは。うん、まあでもこういう合体もおもろいですよね。はい、あとは何かあるかな、やっぱまあ普通に無難なとこ攻めるとしたらこれかな。はい、このダンプトラックとパンケーキですよね。はい、このあ、なんかこういう方やっぱありかもしれない。このね、これマンモスですけど、マンモスのここになんかね、ひょひっていう、こうなんか武装されたマンモスみたいな、あ、こういう四足歩行系ありかもしれませんね。はい、え、ちょっと待って、そういえばこれもいけるのでは。ツリーにどうやってつけよう。これはこっちの方がいいのかな。はい、こうやってつけてあげて、でタクシーをここにくっつけてあげれば、はい、あ、え、めっちゃいい、羽が生えたティラノサウルスになった。え、いや、これめちゃくちゃいい、かっこいい、うわ、最高最高ですね。このやっぱ真ん中となるやつがやっぱりめちゃくちゃ楽しい。この前のトレジャーは結構このね、ちっちゃいね、前足だけだったんですけれども、今回この羽っていう感じなんで、誰にでもこう羽をつけられるっていうのが今回のこのエッグプラントのめちゃくちゃおもろいところなんじゃないかなと思いますね。え、いいね。ちょっとあとこのさ、トレーラーもさ、結構足長おじさんにできるんで、ちょっと足長にしたいものにちょっとつけたいんですけれども、まあちょっとシンプルにスシローやってみようかな。スシロー、はい、スシローの足長バージョンが、はい、こんな感じになりますと。はい、え、かっこいい、普通にかっこいい、いいね。足長バージョンもね、ありだね。あとはちょっと変な合体もやってみますか。カメラトレーラー、はい、あ、か、やべえ、カメラ足だった、そうだ、カメラじゃない、ペンギンだ、ペンギン、はい、ペンギントレーラーやっていきましょう。合体、はい、うわ、やばい足だけ強化されてしまった悲しきロボットみたいなのが出来上がった可愛い、でもいそう、なんかいそう、はい、まあ、っていう感じで、いや、今回もだいぶね、この合体にね、こう適したというか、いろんな楽しい合体が楽しめるこうパーツが揃ってきたなっていう感じですね。この個人的にこのエッグプラントめちゃくちゃいいなと思いましたね。はい、ということで、皆さんもこのユニトロボーンでね、もう自分の好きな合体をね、こう試してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画いいなと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価、X や TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。